皆さんこんにちは。エルゴラスオセレス大阪担当記者小田久志です。今回はどこよりも早いセレス大阪2021シーズン大予想座談会としまして、アンバサダーの藤本浩太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のセレチューブはセレッソ一筋15年、かつてデビークルピ新監督の下でキャプテンも務めた藤本浩太さんとセレッソを取材して13年目の小田記者が登場。クルピ監督のサッカーを語り尽くします。前にあんだけ人数かけるんで後ろは危機感しかないんでこれ戦術的なもんでこれもやるかもしれないんであんま言わない方がいいのかもしれないですけどさらにオフシーズンの補強を徹底分析。あの選手のポジションはどこ？果たしてレギュラーは誰？僕のもう一個勝手なイメージだと、はい、原川君そこに置いて。どこよりも早いセレッソ大阪2021シーズン大予想座談会スタートです。まあ、藤本さんはね、もう選手時代クルピさんの下でっていうのはもうずっとねプレーされてましたけど、ざっくりどういった監督だったっていう。そうですね、でもやっぱイメージとしてはやっぱ攻撃的なイメージがやっぱ皆さん強いのかなって思いますね。選手 あのアイデアだったりっていうのを尊重するというか、選手を尊重してこう攻撃的にサッカーするっていうところがレヴィのサッカーの印象かなって僕は思いますね。ただその一方でこう失点もそんなに多くないというか少ないっていう印象もありますし、皆さん見てたら分かると思うんですけど、前にあんだけ人数かけるんで後ろは危機感しかないんで危機感だけど、そうですね、危機感をやっぱより持てるというか、まあ、いい意味ですよ。はい、その当時もうモニさんだったり大会さんだったりっていうのが、まあ、大げさに言うと2人でハーフを守ってたんで、2バックっていうね、伝説の、はい、だ僕とその次にですよ、僕と山下とかもやっぱあれを見てるんで、いや俺らもこれぐらいできないと出れないんだっていう気持ちになったし、まあ、そういった意味で責任感だったりっていうのはすごい増しましたけどね。こうそのチーム作りの中でこう、まあ、印象に残ってることって何かあります？僕その当時ちょっと珍しいなと思ったな、攻撃面でなんて約束事とかってあんまり聞かないというか、その当時ですけど、はい、っていうのはあったんで、まあ、そういうのをこう攻撃の選手に言ってこれをやれって、この場面だったらこれをやれっていうのってなかなか聞かなかったんで、まあ、こういうのってすごく珍しいなっていう。攻撃にいろいろあったんですか？はい、なんで、まあ、そういうのはそうなんだ、これがそれができなかったらものすごくなんですかね、怒られるっていう感じで、まあ、そんな感じで攻撃の選手を言われてたんで。例えばなんかどういう、そうですね、これ戦術的なもんでこれもやるかもしれないんであんま言わない方がいいのかもしれないですけどけど、まあそうですね、例えばクロスのセンタリング、クロスの上げ方だったり、まあここまで来たらこうやって上げろだとか、ここにあって上げろだとか、まあそういったところってなかなかそんなこと言う監督っていないと思うんですよ。だから変な話、サイドバックだったりがクロス上げるじゃないですか、だからクロスが少しでもずれるとサイドバックが言われるし、もう完璧なボール上げたらそれを触れないフォワードがめちゃくちゃ言われるし、まあ、なかなかそういった監督も珍しいなって思いましたね。あの僕が、まあ、記者として接して感じるのはこう、まあ、なんか大枠のもちろんあるんですけど、その時その時の選手のこうなんか一番いい部分を引き出すというか、まあ、型がこうあるようでないって、その9年なんかはやっぱり香川選手、龍選手っていうもう特筆した2人がいたんで、まあ、そこを最大限に生かすツーシャドウで、まあ、ちょっと海洋選手なんかはまあ2人をこう生かすような振る舞いしてたのかなって、まあ、そういうのを思えば、まあ、10年はこう、まあ、さらに家永選手と清武選手も来たんで、まあ、2列目3人で、3人にしてですね、そうやってみたり、なんかチーム作りしてたのかなって、なんかその時その時によって、そうですね、いるメンバーのこう一番いい部分を引き出す感じでやられてたのかなっていう印象、攻撃に関してはね、いやでも、本当そうだと思います、やっぱり、まあ、いい形がないというか。けどすごく選手を尊重してこうやってくれるっていう意味では、まあ、確かにそうだなと思いますね。ユン・ジョーマン監督がねこう来て、まあ、規律しっかり整えて、
まあ、安定した J1 でもね一桁一桁っていう安定した順位の中で、まあ、ロティーナさんがあってクルキさんが新たにというところですけど、まあ、そういう意味ではこう今までのベースもやっぱり大事にしたいところはあるのかなっていうところですね。そうですね、多分だから本当基本的にベースは多分そのままだと思うので、うん、まあそれにプラスアルファなんていうんですかね、その、まあ、どこでこうリスクを犯して攻めるのかとか、うん、そういったところがやっぱ加わってくるんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、どこでこの勇気持って仕掛けていくのかとか、うん、っていうところが出てくると思うんで、まあ、それがだから、まあ、課題であった得点力っていうところの向上につながってくればいいかなって思いますけど、うん、ああ久々に会うのが楽しみだったりします。そうですね、忘れられてないか心配ですね。いや忘れられてることはないと思うんですけど。いや怖いな。僕が当時すごく覚えているのが、オフの時にね、上海に旅行したっていう。でその時になんか財布をすられたらしいんですよ、はいはい、財布すられたんだけど、ポイントカードだけはね返してほしい。いや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 、そっちが大事なんですか、ね、そう、それ熱弁されてた印象が残ってて財布はいいですか。財布ですよ、財布ですよね普通。ポイントカードがすごく溜まってたんだと。こっちの方が大きかったんですね。そうですね、そういったとこが印象的に残ってますよね。続いて今シーズンの戦力の話題に、まあ、この選手一覧の中で、まあ、藤本さんがこう気になる、まあ、主に新加入選手ですね、気になる新加入選手というのは誰になりますか。まあ、そうですね、まあ、本当前ってこの中で言うのはやっぱりタガートと原川かなとは思いますね。まあ、他の選手、新加入選手ももちろん気にはなるんですけど、まあ、あえて言うならその2人かなと思いますね。確かにね、はい、まあ、本当、まあ、本当今おっしゃった2人が僕も注目だと思うんですよ。まあ、去年から大きくは変わってない中で、まあ、やっぱりこうデサバト選手とメンデス選手というのはね、うん、こう、まあ、活躍してくれた選手がいなくなって、まあ、そこに今入るんじゃないかという感じで、まあ、一応思ってるんですけど、まあ、彼らに期待する部分っていうのは、まあ、今言った得点力。そうですね、まあ、タガト選手だったりっていうのは、まあ、特にそこの部分かかってくると思いますし、うん、まあ、原川選手に関してはやっぱ、まあね、2列目の前にはね、キヨだったり立つだったりというか、その、ね、パスが上手い選手だったり、そのドリブルで仕掛けていける選手がいると思うんで、うん、まあ、なんですか、原川君だったりからこううまくこう組み立てていい流れで攻撃、ね、できるような仕組みになってくると面白いのかなと思いますけどね、はい、そうですね、だ去年すごく素晴らしかったボランチで唯一こう足りなかったのがまあ得点力というかね。そうですね、そういう部分もありますもんね、まあ、フリーキックもうまいですし、ね、うん、まあ、タガート選手なんかもこう19年の K リーグで得点を取ってる、ね、ね、選手でいいシュートも決めてますし、何ていうんですかね、セカンドボールの、ね、嗅覚っていうか、そういうところも素晴らしいなと思うので、うん、まあ本当こぼれ球への反応だったりっていうのもね、期待ですね。そうですね、まあ、彼が本当15点20点ぐらい取るようであれば今年のセレッソちょっと、そうですね、また面白くっていう、ね、ところですよね。まあ、スウォンで、ね、やってますから、まあ、去年の、ね、ACL なんかも、ね、出てるチームですし、うん、まあ、アジアという意味ではして欲しいなという願望を込めて。そうですね、まあ、本当リーグもそうですけどね、まあ、今年 ACL もあるんでね、まあ、やっぱフィットしてもらわないと。そうね、確かにもうフィットしてもらわないと困るっていうね。あとこう気になるのがまあ松田力選手、ね、そうですね、まあ、もうそこはもう一心伝心みたいなものがあるでしょ、このもしかしたら縦関係を ね、 そうすね、組む時間帯というのがあるんじゃないかっていう、見られるかもしれないですもんね。けど松田選手もそのね、リッキーの方も多分、まあ、チャンスメイクだったりっていうか、まあ、得点力、ゴール前のね、得点力だったりとかっていうのもあると思うんで、またタッツとは違った、ね、うん、魅力が、そうですね、はい、あると思うんでね、まあ、そこも期待したいですよね。並んだ場合こう、対面する相手からしたらちょっとこう、そうですね、どっちが上がってきてんだってなりますよ。そういう、こう瞬間があるんじゃないかって。そうですね、気づいたらリクが前上がってるかもしれないですもんね。そうですね、はい、ちなみに藤本さんは2人並んだ時って分かるんですか。ギリですね、ギリ分かります、ね、ギリ分かる。
まあ、奥の選手がね、うん、どう使われるのかっていうのもね一つ注目点から、まあ、一応去年ベースでまあフォワードの一角にはしてるんですけど、まあ、もちろんボランチにね彼がプレーする可能性もあるっていう。そうですよね。どう現状でどう思われますか。まあ本当どっちもありますよね。でも本当でもまあボランチの方が強いのかなって思うんですけど、ね、まあ、レビーがどう判断するかっていうのはちょっと分かりづらいんですけども、けどまあそうなった場合 ね、 そうなんですね、やっぱり組み合わせとかもあるし、ね、フォーメーションとかもどうなんだろうなっていうのもありますし、もし仮にねこう奥野選手、まあ、原川選手で組んだり、うん、まあ、藤田選手と、ね、組んだり、はい、まあ、した場合に、まあ、こう3人4人、まあ、こうここで争いになった場合に今度逆にじゃ前線が1枠ね、まあ、相当競争がね、まあ、激しいんじゃないかっていう目当たりも出てきますし、その辺は、まあ、2013年なんかは、まあ、10年もそうですけど、まあ、2列目3人を見てね、スリーシャドウ、そうですね、そういう可能性もある、可能性もあるし、まあ、より攻撃的にいきたいだったらまずどこのままだからね、まあ、豊川選手、そうですね、豊とかいると思うんで、ダルアト選手の2トップもあると、はい、あると思いますね、うん、まあ、もしくはね、その順を、ね、西川選手をもう一個下げてのこうワントップの下に置いて、まあワントップ、そう、ね、どちらか、そうですね、どちらかがワ、まあ、ントップでトップ下っていう可能性もある、まああるし、まあ企業が真ん中来る場合もあるし、吉田選手が真ん中で、はい、っていうのもあるかもしれないですよね。確かに、まあ、だから西川選手をクルピさんがどう手元に置いてみたときにどう評価してどう使うかっていうのが結構注目ですよね。そうですね、そこすごく注目だし、なんか僕のイメージだと、これ僕の勝手なイメージですよ、はい、まあ奥がもしかしたらそこ入るかもしれないじゃないですか。なるほど、そのパターンもあるんですね、はい、奥の選手がトップ下で、はい、あ、ありますね。か、僕のもう一個勝手なイメージだと、はい、原川君そこに置いて奥と藤田のダブルボランチもあり得るのかもしれない。なるほど、原川選手が、はい、ちょっと高い位置に出て、そうですね、まあ、僕もその原川君もそんな詳しいわけじゃないんでどう見ていいかあれなんですけど、はい、まあ、変な話そんな形にならない可能性もあるです、ね、まあ、逆にじゃあ3人が中盤でこう3ボランチみたいな、そうですね、そういったこともあり得るのかもしれないですよね。だから確かにね、はい、まあ、その真ん中どうでもポジションできますからね、攻撃的に行ってもいいし、そうです、ね、まあ、ちょっと下げて守備側っていうか中盤さんのイメージでいいと思いますしね。本当清武選手がね真ん中ってこともなくもないですもんね。そうですね、だ清が来た時はまあやっぱりより前に行きたい時だと思うんでね、うん、そうですね、でまあ、ドリブラーのね、はい、2人が年とグッと上に高い位置とかね、はい、丸橋選手がこう、そうですね、高い位置っていう、まあ、こう点取りたい時っていうのがあるかもしれないですもんね。そうですね、左攻撃的ですね確かにここのねドリブラー2人もこうクルピさんがどう見るのかっていうのも、ね、そうですね、評価するのかなっていうのもあるけど、うん、丸とユータの他の2人もですよね、まあ、そうなるとなこう先ほどのね冒頭の話じゃないですけど、まさにこうセンターバックがね大変な可能性もね、まあでも多分まあリーグだったり、うん、まあ、ちょっとバランスとね、バランスは取ってくれると思うんで、うん、そうですね、はい、まあ、こっちが高い位置取るならまあ多少こうそうですね、リーグがバランス取って荒井君がバランス取ってとか、そうですよね、いやなると思うんですけどね。来週はどこよりも早いセレッソ大阪2021シーズン大予想座談会の後編をお届け。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。